16時47分、大阪府に新たに大雨警報が発表されました。大阪府に大雨警報です。では発表された地域を確認していきましょう。大阪府の大阪市、こちらに新たに大雨警報が発表されました。今日は大気の状態が不安定となっております。現在大阪市付近でも強く雨が降っている模様です。それでは現在の大阪周辺の雨雲の様子確認していきましょう。さて皆さんからいただいています過去1時間分のお天気のご報告を見ていきますとこちらです。紀伊半島周辺は所々で強く雨が降っています。レーダー重ねて見ていきますとこちらです。大阪は北部と南部とそれぞれ雨が強くなっている地域があります。大阪府大阪市に新たに大雨警報が発表されました。では今後の雨雲の予想です。この後発生した雨雲はやや南下する傾向と見ています。引き続き大阪府では今夜初め頃まで低い土地の浸水に警戒してください。大阪府では今夜初め頃まで低い土地の浸水に警戒が必要です。以上、大阪に発表されました大雨警報についてお伝えしました。